僕はなぜ生まれてきたんだろう。木で作られたロボットパルムの自分探しの壮大な旅が始まる。愛を知らない人間と愛された記憶しかないロボットが繰り広げる感動のアドベンチャー。パルム！僕は絶対に人間になる。パルムの木。今を生きる子供たちと全ての親に贈る冒険ファンタジー。パルムは人形じゃない。愛を知らない人間とパルム、愛された記憶しかないロボットパルムの感動の旅が始まる。お願い、僕を人間にしてよ、パルム。パルムの木。木で作られたロボットパルムの壮大な旅が始まる。パルムは人形じゃない。パルム。風の谷のナウシカ、アキラを手掛けた中村隆が送る感動の冒険ファンタジー。お願い、僕を人間にしてよ、パルム。パルムの木。目を覚ませパルム、目を開けろ、目を。あの人が与えてくれた命だ。捨てゆけパルム。木で作られたロボットパルム。木の人形？怖がらないで。多くの人間の心に触れ、迷い苦しみながらも旅を続けるパルムはある日、地底に行けば自分も人間になれることを知る。ポポ、僕も人間になれるかもしれない。ポポのために行こう。パルムは人間になることを決意する。俺も一緒に行く。こいつに付き合って地底に行くのか。パルムの壮大な冒険が今始まる。あの人形を見つけ次第カプセルごと破壊する。そしてパルムに隠された秘密とは。ポポ、果たしてパルムは人間になることができるのか。パルム！愛されたことがない少女ポポと愛された記憶しかないロボットパルムの感動の物語。パルム！あなたには愛された思い出があるのね。パルムは人形じゃない。風の谷のナウシカ、アキラを手掛けた中村隆が送る冒険ファンタジー。人間になればずっとパパと一緒だ。お願い、僕を人間にしてよ。パルムの木。風の谷のナウシカ、アキラを手掛けた中村隆の劇場長編大作、パルム。木でできたロボットパルムの感動のアドベンチャー。パルムの木。風の谷のナウシカ、アキラを手掛けた中村隆の劇場長編大作。パルムは人形じゃない。木でできたロボットパルムの壮大な冒険が始まる。パルム！パルム！パルム！愛されたことのない少女ポポと愛された記憶しかないロボットパルムの感動のアドベンチャー。お願い、僕を人間にしてよ。パルムの木。